君誰に物を言ってるんだね。僕は国立のひじき大学だぞ。君みたいに何もできない低能とは違うんだ。僕はね、将来の日本の未来を任された有望な人材なんだよ。それなのにね、君みたいな私立わかめ大学のやつが僕に指図するとか、つが高いんだよ。いやー、すごいな。負けたよ。国立のひじき大学入るなんて本当にすごいと思う。だから、お前は俺みたいな人間とはかからない方がいいと思う。国立のひじき大学のお前に頭上がんねえよ。ほんとすげえな。まあ俺みたいな天皇と違って、お前はほんと将来有望だよな。まあそうだな、プリンで例えるなら、俺が普通のプリンで、お前はさしずめカスタードプリンといったところか。いや、でもこれだとお前の凄さが伝わんないから、そうだな。あ、俺はまだまだ鶏の卵だったわ。それってさ、じゃあ逆に言うと、お前は俺より頭がいいっていうことだよね。うーわ、お前かわいそう。頭よ。だってよく考えて、勉強は誰だってできるじゃん。で、頭良くなることは誰だってできるかもしれないけれども、頭良くなったらもうバカに戻ることはできない。だって、35×24×0 の答え、今、わかるでしょ？俺ね、わからないもん。まあね。まあそれはすごいんだけれども、今地球って地球温暖化がすごい深刻なんだ。まあ現に南極とか北極の氷が溶けまくっている。まあその問題を解決できるのもまた人間しかいないわけよ。だから俺、行くね。おー、よちよち、すごいですね。勉強頑張りましたね。あ、これ、大好物のジェットストリームのボールペンとキャンパスのルーズリーフあげるから、ほら、これで勉強しなね。ほらね。つまり、お前の記憶を消しちまえば、お前と俺は同等になるっていうことだよね。最近 YouTube でカップルチャンネルが分かれたと。